お疲れ様です。ラットです。カツラと失礼します。こっからゲフ。よいしょ。というわけで、今日はね、コタとガチビオ3をやりたいと思います。はい。というわけで、プロリーグ期間というわけで、ね、結構ね、その、珍しいよね、まあ、リーグ中ね、リーグの実際の試合ではね、はい、ビオ3見れると思うんですけども、こういうね、はい、まあ、オフでのガチビオ3をね、ちょっと今日やろうかなと思います。まあ多分結果はねもう分かると思うんですけど、まあ確かにね、みんな分かっちゃうよね。これは確定、僕の3立てなんですけど、いやまあまあまあって感じで、はいはいはい、さあデッキはまあね、ここの今セットしてある5つの中から気分で3つ出そうかなと思うんですけど、まあ、正直ね、はい、1投目どうしようかな。ちょっと待ってよ、1投目これかな。これ結構好きなんですよね僕。決まった。はい、ってなわけで、あ、チナね、ゲントラアピール。あ、今44位。これ高いですね。ゲントラの7が47まで行ったんですよ。47行った時はグロ19位ぐらいだったんですけど、ちょっとね、はい、負けちゃって、今この辺にいるんですけども、まあね、今季ね、トレハンのじゃねえわ。ポノスのか。はい、まあ、ポノスみんながトレハンにいるんですけど、ポノスの、まあ、選手5人でね、ガチマルチ勝負やってるんでね。実はね。ガチマルチ勝負やってて、まあね、そのね、勝利予想とかもぜひコメント欄にね。まあ、一番シーズンフィニッシュですね。シーズンフィニッシュから、まあ、上から、まあ、ラッド、ミカンさん、ライキさん、ちょっと待って待って。天狗ってこと、コタで悩むところですね。ちなみに、今の開花コーヒーは、僕が一番上上げる。ここもね、ミカさん、ぜひコールしましょう。すいませんでした。よろしいです。はい、今回。というわけでね、最多、ポノスの中で最多トロが一番高いの俺だからって生きってることはボコボコにしたいと思います。まあまあまあ。しゃボコボコにね、スカイフォーカーが来る。あー、こいつか。これがね、やっぱこれがんげよな。まあでも、コタにはね、適当で勝てそうですね。よろしく。よろしく。いやー、まあ今季ね、最多更新したいんですね。やっちゃうよ。出た、やっちゃうよスタンプ。やっちゃうよ。俺、スロット入れてないからね、それ。なるほどね。コウモリ、もうコウモリ最近ちょっと流行ってますね、うん、コウモリかっから何でもあるからな。よいしょよいしょ。はい、ディガーカンプ、ディガーね、ありがとう。吹き矢ディガー、あ、白撃コード、白撃ディガーですね、これ相手は。なんでまあしっかり白撃の受けを見せらずにいければいいんじゃないでしょうか。なるほどね。トリトン、顎、さあよくわかんないかっていうと、さあちょっとなんかしか言ってないじゃん。これ一回スケで竹取ってあげないと、竹がね、あら、赤っけないぞ、赤っけないぞ、なんで赤っけない、こいつ。よいしょ。で、これちょっと一つ言っとくと、はい、いつもオーブンでやってるところを間違えてごぼうりで来ちゃったっていう。オッケー、ナイス、フチリ。フチリって呼び聞くな。いや、フチリだよ。フチリって言うか。やばい。なんで、このオーブンだったらね、相手に結構小物を咲かせれるんですけど、コタ、喋らずやってほしいです。コタ、マジで喋ってるとプレイ鬼下手なんですよ。喋らず、ちょ、待って。ふっちゃん、ね、僕のふっちゃん、終わってた。あー、ちょっといやらしいですね、また。よし、ちょっと厄介ですね、マジで。よいしょ。まあでもここで OK、 いい。で、フッキアがいるとスケアがちょっと刺さんないんだけど、まあ、これやってる。いや、実はやってない、やってた。よしよし、これ確実にね、ダメージを稼いでいきようと。いや、これすごいですね。多分僕がスケラー得意なの知ってて、吹き矢とかを入れてくるっていう、このマジでそういうところまでも、まあ、ガチで勝とうとしてるっていうのはね、いいことなんでね。ちなみに僕結構白撃の動画今いっぱいガシケるんで、ぜひ皆さん見てください。嘘つくなよ。嘘じゃない。本当にガシケる。本当か？いっぱいはガシケないけど、結構ね、ガシケる子。
このコウモリ美味しいですね。やばいやばい、ごっか行こう、ごっか行こう。はい、来たー。ごっか行かない、ごっか行かない、行かない、行かない。さあ、これトリトンも入る、トリトンも入る。ニューリー、ニューリー。違う。はい、ハッキュー。うわあ、しゃ、はい。おい、待って、今目の前にいるんですけど、ちょっと待って、弱くね。いや、一生ゲー、本が喜んじゃけが、大丈夫。ああ、大丈夫。なるほどね。まだ BO3 勝ってねえのに生きんなよ、テートルがって。そういうことだね。コタくんよく言うんですよね。いや。で、よし。え、これもフレンド申請やり直さない。うん。ってことは、まあ、デッキ予想すると、迫撃で今負けて、さすがに、コタ的には連投しないんですね、はい、当たり前に。ってことは迫撃には弱いデッキで僕は出しやすいっていう、まあ、連投しないですからね彼は。っていうことで、どういうかが違えぼうよ。でこれでこれなんですけど、コタは、はい、あのコタに対してコタはバルーンが得意なので、ここの枠をこれにしていきます。ほげよっしゃさあこういう番組やっかい、ごめさあさあさあ、まあ集中ね、集中。何君喋るとプレイが乱れるんだから、はい、静かにやります。よし、雪玉ね、はい、まあまあバルーンっぽいですね。まだやばい、若干指が震える。おや、いやちょい、マッキーこれ絶対違う。メガナイト雪玉、え、メガナイトバルーンか、メガナイトスケバレですね。絶対違うことしてる。やばい。よし。さあ。いいですよ。いいですよ。オッケー。これね、ガールがね、今ので処理されるとこ危ねえ。あ、スケラだ。スケラちゃんですね、これ。本当に？うん、メガナイト、あとインドラガールスケラですね。うわ、うっとりよかったー。俺的考え。まあ、でもこれがね絶対雪玉だと思うんで彼はね。よし、両サイ入ってますよ。雪玉なんでバレルをねうまく通していきたいところでありますね。で多分トリトンが入ってるんですけど、トリトンが腐りますね彼。よしで、ダクブリ単体で流すとね、あのコトラとねちょっとねニヤニヤするんでね、ダクブリ単体では流したくないかなっていう感じですね。よいしょ。さあ。待って。このやばい。何やってんの？危ない。ちょっとね、ちょっと。シャシャカ。ちょっと焦りましたけど。いや、大丈夫。ガール頑張れ。オッケー。頑張るよ、お前が。ガール頑張れ。頑張るよ。あ、早く竹取る。よし。対策された。俺の方が相性いいか。やばい、いて。右下、お前。まだ勝ってない。なるほどね。そういう細かい技術を俺の方が上でアピール。まあ、一日なんでね、次勝った方がもうあのね、すべても何でも言える、何でも言える。よし。これを見て。いやー、学校が、付けが付けも、まあいいし、あいつ、ああ、いろいろあり得るが、いや、こうやっちゃうか。いやー、めっちゃ迷う。どうしよう。いや、これかな。いや、僕はこれかな。これかな。よし、これがいける。よし。面白い。私、勝ちます。これか、まあ。勝ってからね。勝ちがわ。もう、デッキ以外の付けに勝ちがねえか。なるほどね。
さあよろしく。よろしく。まあまあまあ、初手は。コタ相手だったら余裕だわ、あくびできるもん。ふぅ、やってなくるわ。迫撃かバルーンかどちらかでしょうね。本当か。あ、迫撃や。え、あ、やばいやばい、こいつが使うか。何だこれ。あ、ディガポイだ、ディガポイ、ディガポイ。うわ、高回転なディガポイですね。え、待って、俺が理解して、こっちの撃をちゃんと分かってない。ハンタートリトンですね、相手は。え、何だこれ。いや、そうね、そういうパカーね。クローンか、やめけー。俺キキ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 ネクロの薄いやつ。うれうれ、来ました来ました、来いよ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 、いけ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 俺相手弱くね。待って僕の相手弱いんすけど。ムーコがいるじゃん。何がムーコ、こんな場所いいのか。俺相手弱いんだけど、今クラシックチャレンジ一生みたいにしてる。これもうあの相手多分ディガポイなんでね。これもうあのこれ普通に、おーおーおー、これでも今相手ポイズン使いました。しかもあの今結構侮ってるんですよね。僕がさっきあのねネクロミラーのところとかに相手結構コスト割いちゃったんですよね。でもその間に僕後ろから気をつけ割いてるんで、イエスって感じ。テリーがやめて、テリー来ないで。これもあのハンター邪魔なんでね。でクローンしたいけどいつしようかなーって考えつつ、よいしょ、今だー。やめよー、あれ、やめてくれ。あれ前が分けないから、ね、あれこれスケバルの入ってる、こいつムーク入ってる。わあ負け何でこんなん使うんや。いや余裕でしたね、皆さん結果通り、もう予想通りですよ。違うんだよ、まあ、弱者は喋んじゃねえよ。いや、喋がけごや、喋がけごや。ゲバーゲイエス、まあ、今回は負けしまっかっていう、まあね、負けしまっかんゲッカが今シーズン負けてるね、勝負。あ、もう今シーズンね、シーズンフィニッシュを上だったのが、まあ、上ですね。そういうことで、まあまあ結果は見えてるんですけど。いやかましいわ、はい、というわけでね、ちょっとまたね、はい、いろんなね、まあ、みかんさんとかライキさんとかがね、天狗とかにも見送り動画ね頼んでやってもらいたいなと思いますね。多分あのコタとの美容3ちょっとまた近々ね、はい、まあ、ね、はい、僕がね何連勝もするんで、ね、違う、また出すんで、ね、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、んではチャンネルリンクコタと貼っておきます。マニチョコはしてるっぽいです。バイバイ。